皆さんこんにちは、コセンダ塾のコセンダです。いや、マイクね、意外といいかもしれない。1本前の動画からこのマイクをね導入して、音声に関してちょっとねこれからちょっと意見をいただくということになると思うんですけど、意外なメリットがありまして、有線で見えるかね、有線でこう iPhone と私はつなげられてるんですけど、今こう有線でつながれてるから、ある程度こうなんかあんまり動けないなみたいな感じで、こういった自分の行動が制限されてフレームアウトしにくいんじゃないコセンダ式日本教室でございます。今日はですね、音韻論っていうのは、前回の音声学とかってね、音に関する話やったんですけど、音声学っていうのは人間の、口の中でどういうふうになんか、音をね出しているのかなとかっていう、調音機関とか、調音方法とかっていうのを、音の調整方法みたいなことをやっていくっていうのが音声学っていう世界なんですけど、じゃあそれが実際に言語、それぞれの言語の中にその音が入った時にどういう規則性だったりとか、ルールがあるのかっていうことを考えていくのが、音韻論の世界なんですけど、今日はですねちょっとこれね難しくなっちゃうと良くないなと思ったので、今日はですねこんなタイトルで「日本人を知らない運の秘密」ということで、んっていう音、このひらがなですね、んって言ったら和音のんというふうにね、ひらがなであって、しりとりだったらね、それがついたら終わりみたいなね。つまり日本語には「ん」で始まる文字がない、言葉がないから「ん」って終わったら終わりなんですけど、でこの「ん」の音の秘密について今日はですね、この日本語教師とか、その音声学とか音韻論とかって分かんない人でも、お話を、理解できるようにやっていこうと思います。実はですね今回こんな言葉を用意しました。散歩、金庫、本気、ナンバとかですかね。さあこれ実はですね、ここに「う」がありますよね。うが真ん中に入っている言葉4つ用意したんですけど、実はですねこの「ん」の音は2種類に分かれているというふうに、音声学上というか、音声学上ですね、音韻論上、分かれるというふうになってるんですね。ただ日本人にとっては同じような音に聞こえる「んでしょ」みたいな、同じ「ん」じゃないっていうふうになるので、そういった音の集合要素のことを音素とかに言ったりするんですけど、それはまた別の動画の時に。さあ、ここはですねちょっとライトの話で、この「う」にはちょっと種類があるぞっていうのがポイントになるんですけど、さあ皆さんどうでしょうか。シンキングタイムね。実はですね22に分かれるんですね。どうでしょうか。実はですねこれどのグループに分かれるかっていうと、散歩とナンバのグループと、金庫と本気というグループに分かれるというふうになっています。さあどうでしょうか。なぜそういうふうになるのかっていう話をしていこうと思うんですけど、「う」の瞬間でちょっと止めると分かるんですね。散歩の言った時に散歩って言おうとしてますね。散歩って言おうと思って「うん」で止めてください。散歩、散歩。さあ次ナンバ。さあ皆さん、気づいたというか違いを出してないと気づかないかもしれないですけど、うの時に口ってどうなってるかなんですよ。散歩、なんばっていうことで、うの時に唇閉じてますよね基本的に。これもし閉じなかったら言いにくいんですよ。散歩みたいな感じで散歩ね。うの時に口閉じないように言ったら言いにくくなりますよね。でじゃあこっちどうなのかと。金庫、本気。さあ皆さんどうでしょうか。その「う」の時に先ほどとは違って口閉じないでも言えましたよね。金庫、本気みたいな感じで、つまりこれに音の違いがあるというふうに考えられるんですよ。じゃあなんでそんなふうになってるのっていう話なんですけど、実はですね次の文字に秘密があるんですね。実はポという音、皆さん言ってみてください。ポ。これポの音を言うときに口閉じないといけないんですよね。言えないですよね。ポ、口一回閉じてからポっていうふうに言うと。バも口一回閉じてからバね。口閉じないとみたいな感じで言えないですよね。つまり次の「う」の次の音がこれ口を閉じるような音、口を閉じるような音で始まるひらがな、子音がそういうひらがなになっているので、つまりその次の文字の準備をするために「う」の段階で先に口を閉じちゃって「さんパピッポ」の準備をして「さんぽ」とか「なん」ばの準備をして「なんば」っていうふうに発音しているっていうのがここの違いなんですね。じゃあこっちの方でどうなのかっていう話なんですけど「金庫」「本気」実はですね「子」と「き」同じ家業だっていうのが気づいたと思うんですけどこの家業っていうのは基本的にこの口のですね中のちょっと触れる口 歯があって歯茎があってちょっと上に硬いところがあってもうちょっと奥までいくと柔らかいところがねおえってなるようなところでしょうか触ると思うんですけど、実は家業っていうのはそこで閉じてかかきくけこっていうふうに発音する音なので、唇を閉じて発音するような音ではないんですね。なので、その家業の音の準備のためにこの「う」のところでは唇ではなくて今言ったその口の中の柔らかいところで「金庫」っていうふうに閉じて次の家業の音を準備してるっていうことになってると。なので実は音声学上はここではですねこの「ん」とこっちの「ん」っていうのは違う種類の「う」なんだよっていうふうになっているんですけど、日本人にとってはそれは同じひらがなの表記の仕方でもいいよねっていうような、同じような音として聞こえるっていうものになっていると。ただ面白いのが日本人はこれ知らなくてもきちんと皆さんね動画をご覧いただいている皆さんも「散歩」とか「ナンバー」とかっていうふうに言ってやると口閉じてると「う」の時に。金庫本気って言ったら基本的に口閉じないで言い切ることができる、ということになっていると。他にもね例えば、この類で言えばサンマ、サンマとか、って言ったら「ま」の時に口を閉じて発音する「まみむめ」「ま行」の音は口閉じるのでその準備のために「サンマ」っていうふうに言っていると。あと例えばこっちだったら家行が最後に来ればいいので「もんく」「もんく」っていうふうに言ったら「う」の時に、口を閉じないで言う。なぜかっていうと「く」っていう音は口を閉じないでも発音できる子音を、先頭に持っている音なので口を閉じなくてもいいよっていうことになってるんですよね。さあどうでしょうかこんなふうに日本人はね自然とできているので気づかないんですけど、こんな仕組みになってると。だから例えばよくね札幌だと地下鉄で南北線ってあるんですよね。南北線ってあるんですけど、南北線って皆さんね札幌に住んでる方もしいたらこの地下鉄乗った時見てご覧いただけたらいいなと思うんですけど、南北線のその地下鉄の表記の仕方で、南北ラインとかって書いてアルファベットで書いてあると思うんですけど、アルファベットで英語で書いてあると思うんですけど、その南北って書く時の、ここの「う」の音っていうのは N じゃなくてM で表されてると思うんですよね。それなんでかっていうと、南北、南北、口閉じてるんですよね。このんの時は、これ M で表すっていうルールがあるんですね。なので、ここの、南北のんは M で表されてるよ。つまりその次の音のば、ばっていうのが、これ唇閉じる音なので、やっぱり唇閉じる時のうの音なんだよっていうことで、M で表されてると。だからこっちに関して言うと、こっちは M の感じ。こっちはね N の感じ、ね、ちょっと音声学の表記上はちょっと違うんですけど、こんな感じのイメージでまず捉えてもらえたらいいかなっていうふうに思います。これは音声記号ではありません、ここに書いたのは。ということで、こんなふうに、まだもう少し実は種類があるんですけど、日本人は知らないんだけど、実は日本人はこの「う」の音を、まずはこの2種類については使い分けてるんだよってことですね。是非、日本教師じゃない人も、興味を持ってね日本語を、知ってもらえたら嬉しいなと思ってこの動画を撮ってみました。というわけで本日もありがとうございました。皆さん最後まで動画をご覧いただきありがとうございます、この動画いいと思ったら高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また明日の授業で会いましょう。